うも、盛大です。今回は現行刊のついでにオックスブラッドを紹介したいと思います。2000年代のモデルだったと思います。2000、限定で出たああいう全然高いやつじゃないです。昔たまに出してた頃のやつです。あまりにも現行刊しなさすぎてすごい状態に指板がなってたんで、ちょっとこの機会に掃除してみようと。それではバッザーっとこんな感じですね。うわ、きったな。汚れてます。ニックラは割とまだ綺麗なんですけどね。ただやっぱり特有のベタつき感がありますね。ラッカーならではの。ヘッドからこういう感じですね。一応54モデルをベースにしてるんですけど、ギブソンロゴがちょっと普通の位置ですよね。確か早い54あたりのレスポールは多分もうちょっと下についてると思うんですけどね。ディシャーラーペグ、トラゾッドカバーも単に真っ黒なやつですね。で、ナットに指板。まあ、そこそこ減ってますけど。これ何年？ 2004 年？ 5 年ぐらいのやつかな。まあ、中古で買ったんですけど、まあ、いわゆるジヘベックの名前を返してない形のスポット的に作られた頃のやつですね。まあいいかと。スピードノブも必ずこう、なんかこう真ん中が割れてくるんですよね。パキンと。で、この色ですけど、いわゆるオックスブラッドっていう、まあ、暗いところで見るとほぼ黒なんですけどね。まあそういう特殊な色に何でしたのかわかんないですけど、たまたまでしょうかよね。で、 PU がフロントがバーストバッカーの、これどれ何だったっけ、バーストバッカー2、バーストバッカー、リアが3だったような記憶がしあります。1と2っていうパターンもあったんですかね。多分。ちょっとまあ詳しくはちょっとわかんないですけど。
ハイパワーなナンバード寄りに作ってあるんですかね、これ。ナンバードパフ寄りに作ってあるのか。まあ、こんなやつですね。はい。まあ、一年に一回ぐらいは、拭いてあげようと。あまりにも汚いんで、弦の交換のついでなんですけど、その時しかやらないですよね。拭いちゃおうと思います。音がだいたい汚いんで、こんなもんですよね。うん。黒光り。黒光り。汚い部屋の様子が映り込みますね、これ。で、指板の汚れ取り用に、自分はこのピカールに某ギター職人ポリッシュを混ぜて使っております。個人的にはよく落ちるんで、フレットもついでにピカピカになるんでいいんじゃないかなと。まあ、あくまで私のやり方ですけど。で、今回は、まあ、あらかじめ指板の汚れはものすごかったんで、あまりにもちょっとお見せするのはと思い、あらかじめもう取っておきましたけど、まあこんな感じで、こんなんですね。で、そして磨いて拭き取っていきます。で、それでまあこんな感じですかね。拭き上げて、で、この後レモンオイルなりオレンジオイルなりをつけて、まあ数時間経った後に拭き上げて、それから弦を張っていきます。で、このレスポールは通常のチューンオーマチックブリッジではなく、
この一体化、テールピースとブリッジが一体化した、このラップラウンド、ラップアラウンド、どっちだったっけっていう名前のこのブリッジになります。かなりアバウトな作りで、精度を求めるにはかなり不向きですね。軽いです。アルミでできてます。で、ここの芋ネジ、この芋ネジで、ここの微妙にこう上げ下げするんですけど、私力技でこっち回してしまい、舐めてしまいました。芋ネジがこれ高いんよな。このまま変えたらもうこのまま使っていきますけど。ではいつも貼ってるアーニーボールレギュラースリンキーを貼っていきたいと思います。で、通常とは逆方向から弦を通していきます。普通のテレピースだとこっちからですよね。これは一旦ブリッジを兼ねるんで逆方向から入れます。こんなですね。で、反転させてギュッと。で、ペグに通していきます。よいしょ。で、だいたい巻き代はこのぐらい。このぐらいですね。で、一旦一本6弦なりを張った後、もうあらかじめ全部弦を通しておきます。でないと後々通すのがこう厳しくなってくるというか煩わしくなってくるんで、もうあらかじめ通しておきます。そう、張り替え終わりました。気になった。真っ黒でしたね、ここ。ちょっともう画像に上げるのは見苦しいぐらい真っ黒でした。こんなですね。できたThank you.
さんが気になると思われるこのブリッジですね。このオクターブの合い具合というか、どれぐらいかというと、ちょっと測ってみますね。6弦オクターブ、まあほぼこれは合ってます。まあこれ押さえ方、力の入れ方にとかにもよるとは思うんですけど、5弦3弦、感じですかね。2Hz ぐらい高いのかな。ちょっと高いですね。で、2弦、オクターブ、まあほぼ合ってます。1弦、張り替えたばっかりで安定しないです。こんなもんか。1弦オクターブ、まあ、ほぼ合ってます。あんま揺れないですね。こんな感じでした。私のこの原稿で、まあ、このスラント具合で、まあ、3弦が一番、3弦がやっぱちょっと高いですね。これをどう捉えるか。うん。最近知らなかったんですけど、某日本の有名ギタリスト TM さんが、この手のバーブリッジのレスポールをなんか使われて
るそうで、全然知らなかったんですけど、でなんか似たようなモデルをなんか作られたみたいですね。どうなんですかね、あのこういうブリッジで使われると、まあ絶多少なりとも合わないところがやっぱ出てくるんですよね。気持ち高いですね。多少なりともやっぱ合わない、オクターブが合わない弦が出ると思うんですけどね。まあこれでいいんでしょうね。これ弾いててかなりここがずれ、弾いてるうちに少しずつずれたり して、まあ、こっち上にはなかなかずれないんですけど、こう下にした時になんかこう斜めにスラントしてる分、こう行きやすいというか、弦が下に押さえられて、そういうのもちょっと感じますけどね。綺麗に合うと揺れないんですよね。少し揺れるね。まあヴァンヘイレンなんかも3弦とか気持ち高くして使ってますんで、まあこれはこれでありかなと。まあ私の持ってるオックスブラッドはまあそんな感じですね。まあ個体差あるでしょうけどね、このチューニングの合わなさとか。昔のやつはこうもうちょっとこうスラントしてましたね。スラントがこうもうちょっとこう後ろだったと思います。これネックの仕込み角の具合なんですかね。なんかちょっとよくわかんないですけど、それを採用してないっていうことは、本当にコピーするんだったらね、やっぱもうちょっとこうなってたと思うんですけど、まあちょっと詳しくは知らないですけど、まあそういういろいろな面でこれがいいっていうことなんでしょうね。うん、はい、まあこんな感じで綺麗にしちゃったりしてみました。ということで今回はお掃除編オックスブラッドをお届けしました。ご覧いただきありがとうございました。盛大でした。